On the ice, representing Bulgaria, Sofia Penkova. 19番、ソフィア・ペンコバさん、ブルガリア。ブルガリアのソフィア・ペンコーバ、19歳、大学1年生、美術を専攻しています。トリプルループに苦しんでいましたが、どうでしょう。ヤンニのファニー、そのループは3回転。2つ目ダブルアクセル、これは立った。サルコー、3回転までいかない。フライングキャメルもスピード感がありません。スパイラルステップ、最後はスピンで終わりました。ブルガリア、ソフィア・ペンコーバ。全体にスピード感が少しなかったようにも思います。立ち上がりトリプルループからのコンビネーション失敗があって、慎重に行くようになりました。2つ目のこれはダブルアクセル、2回転半。高さ、飛距離、そして技術的なもの、難度、クリーンさを競います。そしてこの片足を完全に高く上げました。スパイラルステップ、スパイラルとは腰の位置よりフリーレッグを高い位置に持ってくる、このポジションでステップをしていきます。そのシークエンス、場所のことです。厳しい表情です。ムラディノーワコーチ、まあ、ソフィアに生まれて現在もソフィアで、美術を専攻している大学1年生、ようやく笑みがこぼれてきました。2分40秒集中します。目のパッチリしたこのブルガリアのソフィアさん、ダメだなという3点台が並んでいます。3-6, 3-8, 3-4, 3-8, and 3-4. 厳しいスタートになりました。プレゼンテーションも
4点台の前半、19位をつけたジャッジが過半数6人、19位の現在。あ、リピンスキーの姿も見えます。トッド・エルドリッジ、その後ろジェイソン・ダンジェンの顔もあります。